ケリン・ジェインズ・ローは、アメリカ合衆国、ワシントン州、フェデラルウェイ出身の同国代表サッカー選手。シアトル・サウンダーズ FC 所属。ポジションは、MF、FW。高校卒業後は、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学し、同校のサッカー部でプレー。2011年夏にはドイツに渡り一、FC ・ケルンのトライアルに参加した。 2012年の MLS スーパードラフトでニューイングランドレボリューションから一巡目に指名された。2018年12月18日にエドガル・カスティージョとのトレードでコロラドラピンツへ移籍した上でディエゴ・ルビオと入れ替わる形でスポルティング・カンザスシティへ加入した。U-18 年代からアメリカ合衆国代表に選出されており、2011年に グアテマラで開催されたコンカカーフ U-20 選手権では背番号10を着用した。2017年7月1日、ガーナとの親善試合でフル代表初出場。7月15日、2017コンカカーフゴールドカップグループステージのニカラグア戦で代表初ゴール。ありがとうございます。